東京都港区広尾学園高等学校。国際教育に力を入れており、2022年の海外大学合格者数は全国1位の184名。そんな広尾から参戦するのは1年生コンビ。他人と全く別のサイドから議論することによって、そういう社会問題とかに対する新たなその考え方であるとかっていうのをやっぱり得られるってことっていうのがディベートの最大の魅力であって、ありがたいことに関東の春大会では優勝させていただきました。対するは今回唯一の女子校、愛知県名古屋市の南山高等学校ディベート部。高い人格、広い教養、強い責任感を教育理念に掲げるカトリック系の学校。そんな南山高校から参戦するのはこちらの2名。どういう基準でどういう価値観で判断していくべきなのかっていうところまでを議論するのがディベートの魅力の一つだと思います。中間一貫教育の学校同士が対決、戦いを制すのは男子かそれとも女子か。ディベートテーマこちらでございます。結婚生活に必要なのはお金より愛だぜか非か。今回山本君ということでよろしいですか。はい、うん、大丈夫ですか。あ、いや全然もう大丈夫です。彼ならもうバチコイでやってくれると思いますね。いや、なんか勢い的にはマキタ君、はい、まあ、マキタです、はい、マキタ君がやった方がいいような気もするけど、もうね、まあ、こういうやっぱ愛とかね、お金とかそういうのにはちょっと彼みたいなね、あのロマンチストじゃないと、うん、いけないと思いますから。そうなのか、はい、うん、じゃあ山本君で行くな。あ、はい、もうちなみにどっちがいいですか。規定の方がいいと思ってます。おお、対する竹内さんはどうですか。私は肯定がいいですね。あ、肯定。こういうところで声芽生える可能性ありますからね。手と手があってね、はい、じゃあ弾いてください、どうぞ。おお、肯定が南山、そして疲労が否定。お、これはまさにやりたい方じゃないですか。おお、わかりました。結婚生活に必要なのはお金より愛だ。まずは南山高校肯定側の立論。結婚生活に必要なのはお金より愛です。理由は2点。1点目、愛がなければ快適な日常生活が送れないからです。生活の中で相手を気遣う行動は頻繁に取られています。例えば体調が悪そうな時に家事を代わったり、しんどそうな時は話を聞いたり、ご飯を作る時に相手の嫌いな食べ物を抜いたり。例えば私は鰹節が苦手なので、私の家ではお好み焼きの時も鰹節を全体にはかけないようにしてもらってるんですが、このように日々の生活は細かな愛にあふれています。愛がなければ体調を気遣ってもらえず、しんどい時にも話を聞いてもらえず、お好み焼きには大量の鰹節をかけられる。いくらお金があろうと、生活の中で感じるストレスが多ければ幸せとは言えません。2点目、お金がもたらす幸せは相対的で、どこまで行っても自分より上と比較してしまい、満足感を得られないのに対して愛がもたらす幸せは絶対だからです。例えば飛行機でお金をかけてビジネスクラスに乗ったとしても、その快適さを感じると同時に、どうしてもさらに上のファーストクラスと想像して比較してしまうでしょう。もしかしたらファーストクラスに乗った人はプライベートジェットが欲しくなるかもしれません。一方、愛は自分が感じたならそれが絶対です。愛は1点目の理由で述べたように日常生活の中にあり、他の夫婦と比べることもできない以上、比較によって不満足感を抱くことはありません。以上の理由。1、愛がないと日常生活のストレスが多くなること。2、愛はお金と違い絶対的な幸せをもたらすこと。この2点から結婚生活には愛が必要だと考えています。終わります。さあ、否定側の質疑に参りたいと思います。愛があることによって、その中に日常生活ではストレスが少ないんだみたいな話があったと思うんですけど、はい、まあ、じゃあお金がないとお好み焼きにもその鰹節っていっぱいかけられませんよね。あ、え、だってお金がないと鰹節買えないじゃないですか。え、お金がない、あー、だからお金があるからこそ愛っていうのは成り立つんじゃないんですか。その生活できるお金はある上で裕福かどうかっていう、まず価値観で、話をしていきますけど。あ、じゃあ鰹節をいっぱいかけるのは裕福じゃないってことですか。あ、違います。だから裕福でも裕福じゃなくても鰹節をかけることはできるっていう前提で、話してます。ごめんなさい、それは。あと、じゃあその、まあ、そういうのに限らず、そのお金っていうものが ある一定程度あって、まあ、その上でその愛かお金がどっちが大事かみたいな話。あ、はい、そうですね。だって今お金持ちしか鰹節かけてないわけじゃないですよね。あ、わかりました、ありがとうございます。終了でございます。ちょっとイラッとしましたか。まさか鰹節の話がそんなに残るなんてと思って、うん、ちょっとびっくりしました。怒られるとは思わなかった、はい、否定側の立論です。スタート。あ、始めます。まず愛っていうのは非常に空虚なものです。
口で好きだ愛してるっていうことは愛の証明にはなりません。結局愛を示すためにはそれを具現化するためのものが必要なのです。じゃあその手段にはどのようなものがあるのでしょうか。例えばスキンシップや性行為があるかもしれません。しかしあまりに即時的で長い長い結婚生活を維持する目的には全くなり得ません。だからこそ愛という概念をお金で物質化することによって相手への思いを伝えることが可能なのです。例えばプロポーズにおいて必要なのは甘い言葉ではなく高価なダイヤモンドの指輪です。このことを思い出してください。このように結婚生活においては実際に愛を体現するためにはお金こそが必要不可欠なのであって金銭を書いた愛など空想に過ぎません。だからこそお金の方が愛より大切なのです。その上で生活を送るという観点に立って見てもらった時の金銭の価値、一方お金がないかどうか、現代社会において健康で文化的最低限度の生活を送るためにはお金が必要不可欠です。お金がなければ生活はできません。で、結婚生活というのは当然日常生活を基盤として成立しているわけですから、お金がなければ当然結婚生活だって送れない。結婚生活っていうのはある程度 そのお金はあるんだみたいな話をしてくるかもしれませんけど、結局その多くっていうのは数十年間継続するわけですから、お金が足りないってことになってしまうことは非常に問題だと思います。続いては肯定側の質疑でございます。じゃあ始めていきます。まずその愛の気持ちをそのお金として表さないとその示すことができないという話をしたと思うんですけど、はい、例えばこれ私たちの立論で言ってるようにその日々の生活の中で相手を気遣うこととかもその愛を示すことになってませんか。まあ、確かにそういったものも愛 その正面にはなってるかもしれないんですけれども、はい、その長い長い年月を見た時にその物質として その愛の形はないとその続いていかないよねってことをここで述べています。はい、わかりました。じゃあ例えばなんですけど、愛って別にその男女間の愛じゃなくても、例えば親子の愛とかあるじゃないですか、はい、で親からの愛ってお金をかけられることで感じるんですか。そのまずここで述べられているのは結婚生活なので、まあその親からの愛とかっていうのとはまた別の愛の形になってくるんじゃないのかなと思っています。じゃあそのお金をかけられないと愛って感じられませんか。お金をかけるほどその愛っていうのはその、まあ、その重みを増していくとか。はい、わかりました。あとお金がないとその健康で文化的な生活ができないみたいな話。終了でございます。さあここからは自由討論ですね。それではいきましょう。スタート。じゃあとりあえずいいですか。はい、まず前提としてこのお金愛かお金かっていう話はそのお金が全くない状態ではなくて裕福か裕福じゃないかっていうその前提の話っていうことは確認して大丈夫ですか。それで。わかりました。はい、わかりました。その上でなんですけど、お金がないと健康で文化的な生活もできない、多分医療が受けられないとかそういう話だと思うんですけど、それって裕福じゃないとその基本的な生活を送れませんかね。まあ、別にその基本的な生活自体は送れるかもしれませんけれども、そのお金があることによって、まあ、さらにそのなんていうんですかね、高度な医療だったりとか、まあ、美味しい食べ物だったりとかいろいろなものが食べられることに。はい、さっきも質疑で確認した愛を物質化して示さないといけないって話があって、でそこに関してその長い年月で見たらなんかお金が必要なんだっておっしゃってましたが、なんで長い年月で見るとその日常生活の中で示すものじゃなくって、その実質的なお金っていうのが必要になるんですか。まあそれっていうのはまあその結局その人間っていうのはそのまあ上辺だけの言葉だけじゃその信用できないっていう時もある。いや、言葉だけじゃなくってその実際に愛されてるなって感じること絶対あるじゃないですか。例えばその私たち立論で言ったみたいに嫌いな食べ物抜いてくれるとか、体調悪そうな時に気遣ってくれるとか、それって全然その長い年月でそういうのがあることによって愛って感じられませんか。まあ、それはその、まあ、その個人によって違うと思いますし、まあ、その仮にそれで愛を感じられたとしても、そのなんかその愛っていうものがその長い長いその年月に対してそのどの程度の影響を与えているのかは分かんない。すみません、それってどういうことですか。ごめん、まあ、つまりはその我々が述べているようなその長い年月でそのお金があるからこ その続いている関係っていうものが続くのかっていうのは分からないですよね。お金があるからこそ続いている関係ってどのようなものでしたっけ。まあ、例えばその子育てをするためにお金が必要だったりとか、まあ、その保険金だったりとか、まあ、いろいろとそのお金が必要な場面ってあると思うんですけども、結婚生活の中でお金が必要になる場面があるから、その時のために愛ではなくお金が必要だってことですか。まあ、そうですね。お金がそのあればあるほどその愛っていうものが具現化できるよね。じゃあそのなんか愛 その具現化っていう話でもう一点聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあ、そのファーストクラスだったりとか、まあ、さっきそういったような話があったと思うんですけど、はい、まあ、それっていうのもまあ、我々の愛の具現化だと思っていて、まあ、それっていうのはお金があるからこそできるわけじゃないですか。はい、そうなんですけど、仮にお金をかけてそういうなんか例えばお金をかけなかった時よりもいい経験をしたとして、さらにそのもっとお金をかければとか、さらにもっとお金かければっていう風になっていってしまって、結局お金をかけた、それはなんでなるんですか。なりませんか。例えば私たちが例えばその僕がそのなんかあの焼肉とかで、まあ、そのなんか A5 ランクのお肉を食べたらもうそれだけで幸せになるっていう人は全然いると思うんですけど、もちろんなんかその時は幸せですけど、さらにそのじゃあ例えば
そのなんか焼肉食べ放題の店で食べるのと叙々苑で食べるのって違うじゃないですか。はい、叙々苑行ったことないんですけど、食べ放題の店で満足していてもやっぱり叙々苑で食べてみたいって思いますよね。一回そのいいやつを経験してしまったら、じゃあもっと上どうなるんだろう、どうなるならもっと上に行きたいと思いませんか。まあ、その思ったらそのどうなるんですか。思うで、それが永遠に続くじゃないですか。まあ、その焼肉については永遠に続くんですか。続きませんか。だってそのお金をかければ得られるものってなんか割と結構無限にあると思ってて。あ、じゃあその愛をかければその得られるものっていうのはその限定的なんですか。その上限があるんですか。どういうことですか。愛っていうのはそのこれ以上欲しがらないんですか、誰も。あ、いや、そうですね。その上とか下とかが分からないんで比較しようがないんで。叙々苑まで出てきましたね。行ったことないんですね、竹内さんね。はい、うん、竹内さんの言い分としては、そうだね、欲というのはどんどん広がってお金がどんどんかかるようになってしまうと、愛だと自分で制御が効くんだということを言いたい。はい、てか愛だとその比べようがないんでもっと欲しいとかにはならないならないっていう、うん、比較論じゃないということね、はい、愛はね、うん、それに対してやっぱある程度お金がないとこれは愛も成立しないんじゃないかというのが山本君の論。はい、うん、ということだね。はい、慶応の披露学園の最終弁論です。スタート。始めていこうと思います。まず結局相手側さん、そのなんか愛に上限はないけどお金に上限はあるよねって話があったと思うんですけど、まあ、結局愛にもその上限がないっていうのをよく分からなくて、まあ、その例えばそのあの向こうはハグしてるからこっちもハグしてほしい、向こうはチューしてるからこっちもチューしてほしいみたいな感じでどんどんエスカレートしてくる可能性って全くあるわけですから、その愛っていうのが本当に満たされるのかも分からない。でその上でその愛っていうものをじゃあどう表現していくかって言ったら、そのお金が必要になってくるっていうのが我々のその論点だと思っていて、まあ、その結局愛を表現するためにはお金が重要なわけですから、そのお金によって表現できる愛っていうのはありますし、その相手側さんが言っていたようなまあそのファーストクラスだったりとかそういったものに乗るためには結局お金が必要なんです。高価なダイヤモンドを上げるのにもお金が必要なわけですから、その愛っていうものを具現化していくことがその我々のその重要なことだと思っていて、まあ、その結局その愛っていうものがその成就されるためにはお金が必要不可欠であるから、そのお金っていうのが愛よりもその効果あの愛よりもその優先されてその保障されていくべきだよねっていうのが我々のその論点です。終わります。はい、ありがとうございます。南山女子スタート。はい、まず否定側の話から見ていきます。まず愛情をお金で表さないとダメだっていう話は、私たちの立論で言ってるように日常の中で私の嫌いな鰹節を抜いてくれるとか、そういう風に日常生活の中で十分表すことができて、それっていうのは長い年月、持続するので、まず、お金がなくったって愛情を表すことはできます。その上でお金が生活の中で必要になるって話がありましたが、まあ、確かにそれ必要になることもあるかもしれませんが、そのお金はあればあれだけいいのかもしれませんが、それは私たちの立論で言ってるように、その どこまでお金を貯めたところで満足できないわけです。あ、そこで安心だってことはなることはないんですから、だったらそれ逆にある程度のリスクは許容して、むしろ愛を持って愛の力でそう苦しい時も乗り越えていこうっていう、いうふうにすればいいと思います。その上で肯定側の話を見ていきます。結局お金自体、お金がもたらすものの価値っていうのは、私たちの立論で説明したように、例えば飛行機のファーストクラスに乗った人は乗ってしまったらもうビジネスクラスにはそんなに価値を感じなくなるみたいに、その、変わっていくんです。だったらあの愛がある、少なくとも愛は愛がある限り愛を感じられるじゃないですか。で、愛は比較することで愛が大事です。ありがとうございます。最後ちょっとまとめきれなかった部分もありますけど、言いたいことを言えたでしょうか。さあ審査員の方々、ジャッジの方入ってください。タイムトゥジャッジ終わったね。山本君どうだった。いや、やっぱりそのなんか僕自身もその愛っていうものがよく何なのかっていうのがまだ分かってないので、まあ、そのこの論題っていうのは非常になんかすごいやりづらかったなっていう気がします。うん、本心はどっちだと思う。ディベートじゃなくて、あ、本心ってまずさっきも言った通り、まあ、そのお金なのかなっていう。本心お金、はい、うん、マキタ君どうですか、愛とお金。まあ、愛はね、あるといいかもしれないですけどね、うん、まあ、まあお金があればね、いいのかなって。他そう、愛はお金で買えますか。買えます。買えます。表すことはできるんじゃないかなと思います。ああ、そうか、感情を表してるね。買えるかどうか分かんない。うん、分かりました。私たち女子校で、うん、本当に中学生の頃からそういう異性との関わりがそう閉ざされた空間で生活してきたので、うん、私たちも愛を知らないんですよ。知らないです、うん、愛は知らないんですけど、愛に理想を抱いています。うん、愛を知らない4人がお金か愛かを語ってた。そういうディベートでございます。さあ、それではジャッジ結果見ていきたいと思います。結婚生活に必要なのはお金より愛だ。説得力があったのはどちらでしょうか。札を上げてください。どうぞ。